はい、すずちチャンネル中の人です。ちょっとカメラが今日は透明になってます。はい、今日は新しいダイビングギアを買いましたのでレビューしていきたいなと思います。はい、一応ですね、今ダイビング始めて、何年、1年以上経つんですけれども、まあ最初に安い機材を揃えて使ってました。で、まあ1年ぐらい使っていく中で、まあちょっとステップアップをしようかなというところで、新しいギアを買いました。で、それが、一応この、なんて言ったらいいんですかね。レギュレーターと、ファーストステージですね。で、のセットです。これが、これもチタンでできてます。はい。まあ、軽くて、錆びにくい。で、メンテナンスが、まあ、2年に1回でいいっていうところで、非常に評判がいいということで、このビーズムのチタンのものを買いました。あと見えてると思うんですけど、バイオフィルターですね。これ以前ですね、グアムを行った時に、ベテランダイバーさんがつけておられるのを見て、非常に羨ましくなって買いました。これ何かと言いますと、まあまあご存知の方多いと思いますけど、空気を吸う、レギュレーターから空気を吸う時に、空気に水分を与えるというものです。まあ、海の中でも、まあ、喉が渇きにくくなる商品ですね。バイオフィルターというものになってます。これですね。はい。で、ファーストステージが、これもチタンでできてます。わかるかな？はい。チタンでできてます。で、レギュレーターもチタンです。はい。オクトパスは普通です。はい。オクトパスは普通です。で、この、磁石と、空気の圧力を見るものですね。これも普通です。はい。ということで、このファーストステージ、ビーズムのファーストステージ、レギュレーター、オクトパスを買いました。はい。よいしょ。で、一旦置いときます。よいしょ。で、さらに、BCD ですね。BCD 買いました。ここに書いてある、ネレウスですか？っていうモデルで、なんかね、ダイビングショップの方曰く、まあ、軽くて使いやすいよっていうことでした。全体が見えないんですけれども、あとは空気が抜きやすいっていうところで、なかなか水の中で空気を抜くときに、今まで使ってるやつは、正しい姿勢にならないと空気が抜けづらいっていうものでした。まあ、それが、空気が非常に抜けやすいっていう作りをしているそうです。それと、このボタン分かりますかね？これ空気入れるボタンと空気抜くボタンとあります。もう一個なんか、これも空気抜くボタンとか、なんかね、そんな感じです。はい。詳しくはホームページを見てください。っていう感じで、新しい BCD も買いました。よいしょ。で、まあ、チタンのレギュレーター、と、まあ、ファーストステージのセットは、まあ、非常に高額でした。今回、ウェットスーツもオーダーメイドで作りましたので、ウェットスーツまで入れると、全部でいくら払ったかな？ 40 万ぐらい払ったかな？はい。っていう感じです。で、まあ、自分の体に合ったサイズということで、選んでます。なんかね、これをね、こう普段こう肩からこうぶら下げるものなんですけど、これをなんか腰にこうつけられるらしいんですね、こういう風に。で、つけておいてこのボタンで空気を抜いたり入れたりするっていうのがかっこいいっておっしゃってました。まあ多分しばらくはこういう風につけたままやろうかなと思っております。BCD でした。はい。そして、よくしょ。ダイビングナイフも買いました。はい。これはスキューバープロのものですね。はい。ちょっと開けていきましょう。
こういうのをね、私開けるのが非常に下手なんですね。よいしょ。これ刃物ですから気をつけないといけないでしょうけど、あー硬い、こういうの苦手です私。よいしょ。ナイフもう今まで1年以上なしで来ました。で結構海の中で釣り糸じゃないですけど障害物に引っかかったりとか、あとまあゴミが引っかかってたりした時に、あ、ナイフがあればいいなっていうシーンが何回かありました。そういう時用に前々から欲しいなとは思ってましたので、ようやく購入することができました。はい。これね、よいしょ。ナイフです。そんなに大きいナイフではありません。わかりますかね。私の手のひらがこれぐらいなので、はい。これぐらいですね。はい。これステンレスです。チタンとかじゃないです。よいしょ。で、鞘がついてます。シースーってやつですかね。で、これワンタッチで、外せるようにロックするようになってます。カチッとなると取れません。ここ押すと取れます。はい、まあこれぐらいの小さなナイフです。とネジと何かの台座と、全くこういうのをね知らずにやってると恐ろしいですね。パーツ、何かしらのゴムの部品です。はい。おそらく BCD に取り付けるキットだと思うんですけれども、取り付けましょう。取説を見ると、ああ、なるほど。ここにゴムをかまして、かまして、こういうふうにかまして、これをネジで留めるそうです。毎度のことながら、つきそうなイメージが全くないな、こういうの。あ、ついた。あ、つきました。あ、はい、つきました。これ、ネジで留めるんですけど、これを BCD につけるのは、あ、ネジでつけるの。ネジで、あ、ナイフを外して、ここと、ここにつける。これベルトでつけられないのかな？ベルトでつけたいですよね。ベルト、あ、ここ多分ベルトが通る穴がありますので、わかりますかね？はい。ここベルト通る穴がありますので、BCD のベルトにこれつけたいですね。はい。ただ、ベルトは付属してないので、つけるときにはベルトを別途買う必要がありそうです。まあ、まだ説明書読んでやりたいと思います。はい。よいしょ。そして、もう一個買ったものがあります。これ前々から欲しかったんですけれども、あれ、なんていうんですかね。メッシュバッグがあるんですけど、メッシュバッグを手で運ぶのがね、結構重たかったので、はい、どん。もうね、映らないです。映らないです。キャリー付きのビーズのバッグです。ここにハンドルが隠れてます。かなり大きいです。サイズ感はかなりでかいです。で、一回ギアを入れてみたんですけれども、すべてのギアを入れても余裕でした。で、ここに手で持つハンドルがあって、こういうふうに普通にも持てます。で、キャリーもついてるので、転がすこともできます。で、まあ一応、BCD とレギュレーターがビーズムなので、ビーズムで揃えました。これが2万5千ぐらいだったと思います。まあ普通にもバッグとしても、
持てますし、キャリーとしても使えます。はい。まあ、こんな感じで新しいギアを手に入れました。中身は、こんな感じです。これね、今、ウェットスーツで入ってます。はい、こんな感じです。わかんねえな。まあ、かなり大きいサイズです。これですね。クリセス入ってました。クルーズバッグって書いてます。はい、よっこいしょ。で、こんな感じです。で、よいしょ。これがですね、最後ちょっと軽く紹介します。これまた別動画でやりますけれども。あ、名前が入ってる。はい。また別動画でやりますけれども。オーダーメイドのウェットスーツです。色も選べます。で、全身40箇所以上測ってたと思います。採寸して自分の体に合った、サイズのウェットスーツを作りました。どうしても既製品ですと、きつい部分があったり、緩い部分があったりして、まあ、海の中で、辛い姿勢であったりとか、呼吸が辛くなったりするということもあるので、このオーダーメイドスーツっていうのが良いと聞いて作りました。特に特殊な体型をしておりますので、こういったオーダーメイドのスーツで今度は潜ってみたいなと思います。これはまた別動画で紹介したいなと思います。ではでは。